光あふるる大地、ペシャワール。この世界はある二つの強大な力の均衡のもとに平和と繁栄を享受していた。人々は心から王を慕い、また彼らを統治する側の王も常に民衆の願いに耳を傾けるという豊かな社会を構築していた。そしてそれは光明神アフラマズダと暗黒神アーリマンというこの世界を支える力が世界の誕生という遥か悠久の彼方の時から互いに反駁しながらも相互不可侵という暗黙の均衡を保ってきたゆえに他ならなかった。アフラマズダは日の光をもって大地の聖あるものすべてに恵みを与え、またアーリマンはアフラマズダの光から身を隠すかのように漆黒の時、すなわち夜という闇空間を支配することで己の存在を誇示していた。だがかつてこの2つの力の微妙な均衡が崩れたことがあった。そしてそれは光あふるる大地ペシャワールを暗黒の世界へと落とし込む出来事へと発展させたのだ。今より300年前のことであった。今から遡ること300年、ジャムシードという王が群雄割拠していたペシャワール全土を統一し、この世界に君臨する聖王の称号を得た。だがその幸福の絶頂の時に彼は腹心による謀反に見舞われることとなったのだ。大神官ザ・ハークの悪意に乗じて暗黒神アーリマンは地上に復活し、世界を支えた力の均衡は大いに揺れ動くこととなった。強大な闇の力に押され窮地に追い込まれたアフラマズダはその全ての力を二人の若者に託した。一人はもう一人は光と闇の戦いは熾烈を極め、その戦いは1万日も長きにわたった。だが平和を願う民衆や様々な妖精たちの指示を受けて、聖戦士ウェンリークはついに大神官ザ・ハークを倒し、ヴィアンはジャムシード聖王のもう一人の腹心大魔導士ギリアムの力を借りて暗黒神アーリマンを封印することに成功したのだった。そして聖戦士ウェンリークは聖王の称号を受けてジャムシードの後を継ぐこととなった。だが竜騎士ヴィアンはイズコカへと消え去り、再び人々にその勇姿を見せることはなかったのだった。こうして光あふるる大地ペシャワールに再び平和な時が流れた。だが今この時の悪夢が再び訪れようとしていたのだった。
300年前、闇の宝珠に封印された暗黒神アーリマンは、一人の老いた魔導士、ベロネーゼによって守られていた。ベロネーゼは、不死の術を操るという大魔導士ギリアムの一番弟子。彼は、封じられし邪術に手を染めたがために、死ギリアムの怒りを買い、こうした苦行を強いられてきたのだった。ベロネーゼよ、封じられし邪術に手を染めた罪は重いぞ。今からお前はこの闇の宝珠を守護することを命ぜ。守護でございますか。そうじゃ、それも永遠のな。このわしがお前に不死の術を施そう。不死の術をかけた後、お前は暗黒の島ビオスディアに送られる。そしてわしは何人たりとも島へは行けぬよう封印する。ベロネーゼよ、お前もギリアムが皇帝の人、己の罪をそうすることで詫びるがいい。わかりました。ベロネーゼは死ぬことすらかなわぬ不死の術を施された上で、暗黒の島ビオスディアに送り込まれた。だがそこでの生活は生優しくはなかった。彼はたった一人で不死という時の無限地獄と戦わねばならなかったのだ。彼の孤独が世間への憎しみに変わるのに、それほど時はかからなかった。ベロネーゼは300年の年月をかけて死ギリアムの封印を解き、眠るアーリマンの暗黒の力を手にすることで密かに復活の時を待った。そして今、この暗黒の島の奥深くに埋められた古の呪術を我が物とするに及んで、まさに闇の魔導士として復活を遂げたのであった。8世率いる聖騎軍はベロネーゼの魔軍の猛攻になすすべもなく、たちまち世界は暗黒に塗り替えられていった。そしてついに西欧の勢力は最果ての地クエンティンへと追いやられたのであった。かくして闇の魔導士ベロネーゼの復讐劇が始まったのである。